回の動画は高知県の旅日記みたいな感じです。この飛行機は6番目に離陸いたします。離陸まで約10分ほどかかる見込みでございます。無事高知県に到着。券を買ったらバスに乗って高知市内へ行きましょう。だいたい30分くらいで着きます。今回の旅では高知のフードファイター新田さんが紹介してくれた高橋さんと海地さんにいろいろ案内していただきました。はたばるさんでの高知っぽいサワー飲み尽くしスタート。この日は6人で晩ご飯でしたが、みんな初めましてだったのに、そこはさすがの高知。乾杯で、すぐ打ち解けられるのはのんべえ県ならではの人の温かさゆえですね。ちなみに今映っているのは全部私が一人で飲んだお酒です。あ、すごい秘密ちゃんと入れてる。すごい色、なんかちょっとマッコリの、失敗します。ドブロク乾杯。すごい色。チェイサーにレッドアイ。ドブロクのこの米感、美味しかったです。もちろんお酒だけではなくお料理もいろいろいただきました。サラダのドレッシングも高知っぽく柑橘系。サバすごい、ハマチみたい。お魚系以外にもみんなでいろいろいただきました。自分で注文したやつ以外は何のお料理か忘れてしまいましたが、でもどれも美味しかったです。あ、これはこんにゃくのアヒージョ。あと魚だけではなくお肉も美味しかったです。これはフライングでちょっと食べちゃったけど、カレー味のパンピザ。こっちはローストビーフのピザ。鶏肉も美味しかったな。はたばるさん、ごちそうさまでした。飲みの締めはつけ麺が人気の倉木さん、大盛り全のせいただきました。濃厚つけ麺が大好きな私にとってはドハマりの味付けでした。麺はこんな感じの中太で、スープの中にはもつも入ってました。あとお腹空いてたからチャーハンも食べた。倉木さん、ごちそうさまでした。みんなと別れてからも高知の町を一人で放浪。見つけてフラッと入ったラーメン屋さんで注文したのはしじみラーメン。この美味しそうなお出汁、お酒の締めに最高。麺も私の好きな黄色くて細いやつ。でも僕は素手で全部30分だったり、約2000円。もちろんスープまで全部飲み干しました。この日は嶺北の地酒祭りに行く予定でしたが、台風が来てしまったため残念ながら中止。代わりに雨でも行ける場所をいろいろ巡った後、夜ご飯の時間になりました。場所は鮫浦荘さん。こちらは宿泊施設なのですが、レストランもあって
なんとデカ盛りを提供しているそうです。今回は8人の飲み会に参加させていただき、そこでいきなり大食い大飲みを始めたらどんな反応をされるかというプチドッキリも仕掛けてみました。後から遅れてくる男性一人だけが知らないという状況で、他のみんなは私が大食いだと知っています。ご覧の通り、コース料理だけでも結構な量があるのに、さらに追加注文してびっくりさせようというわけです。自由に食べたり飲んだりしている動画なので、皆様も飲みながらでもゆるーくご覧ください。高知の飲みの席での文化、ケンパイヘンパイも初体験。デカ盛りカレーはおかわりで追加するので、まずは通常サイズのダムカレーからいただきます。スプーンがスコップみたいでかわいい。意外とご飯が来た流れ出ました。あ、ちょっとカツが邪魔で見えない。あ、ほらカツ、これでもトマトがあ、すごい、あ、すごい流れてきた。あ、すごいスパイシーな香りすると思ったけど、味は甘い、思った以上に給食系の味だけど、なんかスパイスが結構効いてて、後からピリピリ食べてるのがあるんだけど、おいしい。なんか香りが結構辛口かなと思ったけど、意外に甘かった。うん、あ、みんながすごい、みんながなんか、あ、たけちゃん、この、はい、こんばんは。私、あの、高知のグルメをちょっと紹介したくて、ちょっと動画回してるんですけど、ありがたい、顔を描いてかけるんで、超不正なんです。ビールも、ビール最初、もう駆けつけ一杯だったの、中に。すごい。なんか、
かご飯だけでも美味しいご飯。ご飯だけ食べてる。うん、カレーの量が残りそう。すみません、生ビールください。飲んでる過ごして。ちょっと限度。もう苦しい。
ワインください。赤ワイン。はい、通常は赤ワイン。ね。カレーには赤ワイン。ワイン。ありがとうございます。こっちに入ってる肉も本当に美味しい。大きいですね。すみません、白ワイン。白ワイン。確かに。なんかでっかいスープだからみんなで分けるかなみたいな雰囲気は。違う。あれ今回。あ、まだ食べてます？あ、全然。四分目ぐらい。まだ。森さんの顔が。次元の世界。お酒も食べ物も。次元の世界。なんかヘンパイでしたっけ？なんだっけ？ヘンパイ、ヘンパイ。ヘンパイを一回やったみたいな。あと鼻、キク、なんだっけ？キク。うん。すごい、みんな声揃えて言うと思ってなんだろう、それが常識というか、なんか正直聞いたことなかったんですよ。そうですよね。むしろこの余ったの全部もらうだって、さっきからすごい狙ってさっきから、ね、大丈夫です。誰も大丈夫です。あれを狙ってました。美味しかった。さらに追加で注文していたお料理が来ました。何事もなかったかな。パコンって降りましたね。マチューブに行ったべよ。シューマイでも行きます。これもドッテリアでやったでしょ、シューマイ。あれぐらいか、塩でしょ。うん。食べたっけ、はいはい。マイトは、ちょっと普通のハンバーグ大きいみたいな。感覚違うかもしれない。普通の人もすごい大食いの人って 1.5 キロぐらいが
お、この人大食いだって認定されるけど、本当の大食いって5キロ以上最低。5キロ。だからなんか感覚が違うみたいな。5キロが想像がつく。大体どれぐらいだ。キロ単位で。キロ。ちょっと大体です。5キロ。その天空の里というのは米が粒が 2mm なんですよ、うんうん、普通は大体 1.5 ぐらいなので、食べた時にすごく大きくなる。どうとも喋るんだろう。グラノーラ、加工食品ですよ。それだけロビーに食べたら青っていうとか、今まで今日どれだけ食べてたら計算がつかない。まだ全然大丈夫です。いや楽勝でしょ。全然お刺身も美味しく食べてます。なんか今日正直あの変化をやる気満々できたから。ちょっと森さんにちょっと来てもらいましょう。山の中じゃなかったら全然後で一人でラーメン屋行くレベルじゃない。昨県庁の範囲行きます。偉い人に一杯入れてもらいました。これを飲めばいい。飲めば、うん、手で何かセリフとかあります。まあまあまあよろしく。まあ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 、ありがとうございます。あふれんばかりやってる。はい、いただきます。はい、でそれがスタートです。やったら順番ってことで。そうあれスタートで次の人がいたら順番に回る。はい、先輩でーす。あー、はいはい、ほうほう、甘さいつ来たの。はい、もう早い、はい、で、戻ってきた。なんか永遠と永遠と永遠と飲める、このサイズなら。あ、拭いて、はい、いただきます。ごちそうさまでした。はい、あ、戻ってきた。じゃあこれをじゃあ取りながらこっちにするとか言ってもいいのかな。はい、はい、大丈夫。半分です。はい、え、どっちがいい。小さい方でお願いします。なんか飛んでくれる人はいないんですか。永遠続きます。トサの男お願いします。トサの男、トサの男、はい、そろそろ全部、あ、そろそろなくなっている。もう終わりですね。これなくなった人が罰ゲームでもう1本とかそうなんだよ。そうなんだよ。欲しい。ありがとうございます。うん、軽減です。空になったとっくりは横に置くそうです。だいぶ酔っ払いになってる。今のでだいぶ取らない。ちょっとお姫様にちょっとこっちのファンになってほしいなって思って。半分あ、もう全然満タンでも出ます。満タンやったら ないだろうね。あ、そっか、ないだろうね。いや、さっきも不満そうやったで、あの半分しか入れんの。俺も欲しいんだよ。あれ
森さんもやめちゃった森さんもやめちゃった大食いなのに、で生大とか上記頼んでるから何してんのと思って森さん、継ぎました今すいません、すいません継いでないじゃないないなったないな見なかった、喧嘩もうちゃんと継いであってくださいあのバンタバンタ勝ったってすげーワーキングだな、面白いはいっすあ、もうゆっくりでお願いしますあ、何言ってんだよやばいよねこれサーモンって言うのかなって鮭サバ寿司はイエーイサバ寿司最後に大瓶頼んでましたイエーイお疲れ様ですめっちゃ手にかかったあ、さあさあ甘酒シュローンごめんありがとうございましたこんばんは時はさかのぼってこの日の朝というか昼この日の地酒祭りは残念ながら中止でしたが次の日の豊穣祭はやるみたいでとりあえず一安心さて情報収集も終わったことだし嶺北の探検に出発まずは野菜の直売所みたいなところ知らない野菜に出会えるからこういうところ行くの好きっていうかかかしこまたまたまかもしれないけど行く先々にかかしというか人形がいて面白かったです道の駅サメ浦さんを見てから隣にあるお食事どころよさくさんでお昼ご飯嶺北と名のつくメンチカツ定食に決定と言いながらこれは米粉のうどん真っ白でつるっつる自然が綺麗なところのうどんって美味しさ割増しに感じますよねとか言っている間に来ましたメンチカツ定食リンゴがウサギださあ夜ご飯に備えてスタミナをつけておきましょうちなみにこのメンチカツ想像をはるかに超えるジューシーさでした高知や香川ってセルフおでんをちょくちょく見かけるから面白い置いてあったら取りに行きたくなるじゃんかということでおでんも食べちゃいましたごちそうさまでしたこちらのソラさんでは高知らしいアイスが食べられますかわいい店内で食後のデザートを30センチのソラソフトに決定こっちのアイスも頼もうかなと思ったけど寒いからやめたThank you.
夜にいただいたダムカレーのモデルになったダム。この日の夜はサメ浦荘さんに宿泊もしました。一人なのに贅沢にもこんなに広くて綺麗なお部屋、居心地良すぎて住みたくなりました。のどかですな。本日の NG 集。色が全然ビールの色じゃない。あ、曇った。本日もご視聴いただきありがとうございました。話があちこち飛んでてちょっとあれなんですけど、次回は東京の完食無料商品券1000円もらえるチャレンジメニューです。デカ盛りお楽しみに。